ダビト・ギンズブルクダビト・ゴラツィエビッチ・ギンズブルクは、帝政ロシアの東洋学者、男爵、ガンズバーグとも表記する。大富豪、ゴラツィ・ギンズブルクの息子として、カーメネテツ・ポドルスクに生まれ、家庭で教育を受ける。パリやペテルブルクで学んだ後、20歳の時に、ペテルブルク大学から、キャンディデートの学位を取得。後に、東洋学者、ビルヘルム・アルバルトとグライフスバルトの下で、 アラビア語の詩を学んだ。ヨーロッパ有数の蔵書家であり、多数の気候ボや貴重な思考を所持していた。彼はまたユダヤ美術の熱烈なパトロンでもあった。シリアやアフリカやイエメンから取り寄せた古いユダヤの趣向を収集し、その装飾を研究して、スタソフと共にヘブライの装飾品という本を上司したこともある。11種エンサイクロペディアの寄稿者の一人でもあった。 この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザジューイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンクワグナルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。